セコ海盆とは地質学的事象であり、その成り立ちにおいて、透固や沈み込みたいと関連がある海面下の盆地である。別名を宴会という。西太平洋で比較的新しい時代に集積された複数のプレートの境界領域でこれらを見ることができる。その多くは海溝にプレートを巻き込む力に対する巻き返しの反発力で生じたものである。 セコ解凡の成立は、プレートテクトニクス理論ではり出されたわけではないが、地球の熱消失に関する主流モデルとは矛盾しない。セコ解凡発達の横断面図。A リフト前のこの火山は、厚い火山性堆積物に覆われている。B リフト前期で、マグマ湖は、分裂を始める。C リフト後期で、解凡は拡大し、マグマ湖が再形成される。 D マグマ庫の成長による海洋低拡大に伴い海盆は急速に拡大する。セコ海盆における非対称な堆積作用は継続する。残存凍庫はリフト前の庫の位置を示す。セコ海盆は数百数千キロメートルの長さがあるが、これに比して幅は数百キロメートルと狭いことが多い。セコ海盆の幅はマグマ活動が水に依存するという事実と、 マントル対流の誘発性に制約されるらしいが、これら二つは沈み込みいの金棒に集中して見られる。拡大速度は様々で、遅いものはマリアナトラフの年数センチメートルから、速いものではラウカイボンの年15センチメートルなど幅がある。ここでの海霊は、中央海嶺同様に玄武岩を噴出するが、セコ海盆ボンの玄武岩にはたりょうのマグマ水が含まれるのに対し、 中央海嶺の玄武岩質マグマは乾燥しているのが大きな違いである。セコ海盆の玄武岩質マグマが含有する多量の水は沈み込みたいに持ち込まれた海水が上部マントルのくさび中に揮発放出されたものと考えられる。中央海嶺と同じくセコ海盆には深海熱水溝があり、微生物による有機物合成が活発に行われている。日本本土は セコ海盆により、アジア大陸と隔てられている。セコ海盆生成と通常の中央海嶺の違いは、非対称な海洋低拡大にある。例えば、マリアナトラフ中央部では、現在の拡大速度が、西側の変炎と比較して2倍から3倍速く、マリアナトラフ南端の火山前線に近接する、拡大中心の位置から、近くの付着成長全体がほぼ100%、 非対称であることがわかる。この状態は、やはり非対称が見られる北部でも同様である。ラウカイボンなど、その他のセコカイボンでは大規模なリフト上昇が見られ、拡大の中心が火山湖の遠位から近位に移動するという増殖的事態が進行してきた。一方、新しい調査によれば、拡大速度は比較的対照的な傾向を見せ、小規模なリフト上昇を伴うらしい。 セコカイボンが非対称に拡大する理由はまだよく分かっていない。そこで拡大軸を挟む非対称性の原因をマグマ湖の溶融酸性過程、熱流量、スラブからの距離と水和作用の変化度の関係、マントルのくさび効果、リフトから拡大への進化に求めるのが一般的な考え方になった。セコ海盆は陶固が長さ方向に分裂して形成されるが、 これは概ね透固列のマグマ軸に沿って起こる。この過程でマグマ湖が分裂して残存透固が形成されると、これは次の形成過程に入った透庫軸から離れて漂流する。石湖解凡は海洋低拡大に伴い拡大成長する。体積作用は極めて非対称であるが、その理由は堆積物のほとんどが活発なマグマ湖から供給されるためである。 セコ海盆は、拡大が数千年間程度続いた後に活動を停止し、セコ海盆としての死を迎えるか宴解盆になるというのが典型的推移と考えられる。世界の活動中のセコ海盆活動中のセコ海盆は、マリアナトンガケルマディック、南、スコシアマヌス、北、フィジーティレニアをはじめとする海域で見られるが、西太平洋遺体に多い。沈み込み帯は、 必ずしも、セコ海盆を形成するわけではない。その例として、アンデス山脈チューブは、セコ圧縮と結びついている。さらに消滅したり拡大を停止したセコ海盆も多い。パレスベラエコール、四国海盆、日本海、クリル海盆などがこれに当たる。プレートテクトニクス理論の発達過程では、プレート境界遺炎は圧縮体であるから、沈み込み体の上には強力な拡大体など、 期待できないとする考え方が主流だったらしい。あるプレート境界園が活発に拡大しているという仮説は1970年代前半にスクリップス海洋研究所のダン・ケリグが提唱し、依頼にしたい平洋での海洋実質調査が幾度も実施されてきた。ありがとうございます。